私を私でいさせてくれて本当にありがとうございました。生成するような恋なら初めから恋などしない。断捨離なんてできるわけない。未練だらだらだ。今ならまだ間に合うかも。どっちかがコメントを言えば二人はどういかなるものだろうか。そう黙るっての敗北だ。言いたいことを言ってやれ。あんなじっと睨んでたって何も伝わらない。誤解の屈したのにドアは開かない。気づかないか無視してるかわからないけど、君は全部全部僕のもの。今ここで宣言する。はっきり言っておかないと立ち返されてしまう。ついていけるように精一杯頑張ります。していただいたことが多すぎて、なんか本当に感謝の気持ちをもっと伝えられないかなってぐらい私たちは本当に感謝しているので。桜坂46として3年間過ごさせていただきましたが、私はこのグループが本当に大好きです。ふと思い出す